メディアを再生する、ホファーストを太陽と地球のラグランジュ展に送る、イメージ CG 映像。ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡、略称ローマン宇宙望遠鏡は、2020年代半ばの打ち上げを目指し、日本を含む国際協力で進められている、アメリカ航空宇宙局の講師や赤外線宇宙望遠鏡計画。ワイドフィールドインフラレッドサーベイテレスコープの、 頭文字を取って、ホファーストという名称で計画が進められていたが、2020年5月20日、NASA は正式名称を、ナンシー・グレース・ロマンスペース・テレスコープと定めたと発表した。ナンシー・グレース・ローマンは、1960年代以降、NASA の宇宙望遠鏡計画実現に重要な役割を果たし、特に、ハッブル宇宙望遠鏡の計画実現のため、NASA 内部や議会へ、 積極的な働きかけをしたことから、ハップルの母と呼ばれた女性科学者であった。2010年に全米科学アカデミーによって、今後10年間で行う、天文研究で最優先計画として推奨された。2012年にアメリカ国家偵察局からエルサンハリステクノロジーズに作らせた、合計2.4メートルの虫鏡の提供を受けた後、 それをベースに2016年2月17日、ホファーストは NASA の公式ミッションに指定された。2020年3月2日、ホファーストプロジェクトは技術上のマイルストームをクリアし、ハードウェアの開発が可能なフェーズ C の段階に進むことが認められた。2021年4月の時点で20個ほどしか。 見つかっていない構成ブラックホールの重力マイクロレンズ効果の観察による発見が期待されている。ありがとうございます。